遠藤涼子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。第70回茶の間テレビ始まりました。名前言ってもいいですか？大丈夫ですか？今日は下條さんと須藤真由美さんが見てくださって収録してます。ありがとうございます。なんか美味しいお土産をいつも持ってきてもらってすいません。で、70回になりましたが、すごい夏休みになってます。まずですね、先週何曜日だ、火曜日、先週じゃないな、もう1週間前に感じて、内容が毎日濃すぎて何日か前が何週間前に感じるぐらいの内容の濃さなんですけども、火曜日にこちらの毎月恒例の長島牛乳さんの乳製品の委託販売と、あとですね、長島めぐみさんのこのグッチョンって書いてあるアクセサリーですね、こちらの展示会販売会をやりまして、でお二人とも親戚ではないんですけど、名字が一緒で長島さんっていうんで、ダブル長島祭りと題しまして、開催してすごい盛況でしたね。まず委託販売の方なんですけども、ちょっと人数が多すぎて、あの製造するにあたり、ちょっとこれ以上出ちゃうと、あの製造が困難になるぐらいになってきちゃったので、次回からはこちらの乳製品は、あのご来店のみの方の予約となりました。投稿でも何名かのちょっと空き容量を入れて、あのご予約受けたまわってたんですけども、そちらの方はちょっとあの申し訳ないんですけど、回らなくなってきちゃいまして、だからその月にいらっしゃったお客様だけで、あのご予約を受けたまわることになりました。すいません。でこれ、私が来てくれた方にいつも聞いて、何が美味しいって言うと、もちろんみやびも美味しいですし、牛乳も美味しいですし、このチェリーヨーグルト500ぐらいのこのヨーグルトがすっごい美味しいんですよね。これ私いつもハマってて買ってるんですけども、なんだろう、長島ヨーグルトさんとみやびを合体させたような味で、すごい新鮮な味がして、これをいつも勧めてます。あとは瓶のコーヒー牛乳とかも買ったりで、ちりめん山椒も美味しかったしですね、そういう毎月この買うのが自分も楽しみなんですけども、で、あとお得なセット、牛乳1本分ぐらいのお得なセットとかもあって、こちらの方もあの受けたもう次回の注文も受けたまわってるんで、よかったら興味ある方はまずうちにいらしてご注文してみてください。で、この間のアクセですね、これはミーのピアスを買いたかったんですけど、ちょっと2つのイベントをやって、お客様のこう出入りがすごい大変っていうか、結構思った以上に盛り上がってたんで、買う暇がなく、今回はミーがアクセがいろいろお買い物して、こういうのとかこういうの買ってましたね。こういうのすごい安いんですよ。これこのピンで100円かな。こっちのクマちゃんいくらしたんでしょうか。こういうピンとか売ってたりして、なんかまた新しい、あのこの間グッチョンさんは初めての販売会と展示会だったんで、またなんかこういろいろ考えて新しい展開を見せていきたいなって相談してるところです。あと平日の開催だったんで、土日しか来れないお客様にも今度見せられたらいいなとか考えたり、また近いうちに開催したいと思うんで、お楽しみにしててください。あとはですね、ヨネキンさんがファックスの注文、これは新しいなんかこう
注文書ができたみたいで、うちにの入り口に貼ってあるんですけど、こんないろんなのお手頃価格の魚介類を販売を始めたみたいですね。中打ちとかネギトロのたたきとアジの開きとかホッケ一夜干し塩辛たらこ焼き鮭ほぐしとイカそうめん寿司エビ、こんなの販売始めた。興味のある方はこれファックス注文できるんでご連絡ください。連絡くださいというか来た時によかったら注文してください。何かいつも喋る時に あれ喋ろうと思ってるんですけど、始まると何喋ろうと思ってたんだっけなっていうのが忘れてしまいまして、さっきもあれ喋ろうと思ったんだけど今何喋ろうか思い出せないところです何喋ろうと思ってたんだけど、なんか あれあの話しようと思ってたんですけど忘れちゃって、ちょっと2人が今来てくれて忘れてしまいました何喋ろうと思ってたんでしょうか。私何分か前の自分の記憶が本当に思い出せないですね昨日すごい面白い方が来てくれて、何回か来てくれてるおじさんなんですけども、おじさんってお客さんに言っちゃいけないんですけどおじさまなんか食べ歩きのパーフをすごい集めてて、来たそこにカウンターに来て、これすごいだろうっつって私の過去新聞に載ったこうパンフを見せてくれて、こういうのをな集めてるんだ、こういうの集めて食べ歩きしてんだっつって、下野新聞とあれは朝日かな、そう載ったやつ載っただろうって言われて、ああはいとか言いながら、で読売も載ったんですよっつったら、そこはなんかこうそこはおじさんのこうもなんていうの枠の外の話あって、あうんつってスルーされたんですけどそれでそういう話をして、すごい綺麗に束で取っといてくれて、で今日はなこのかき揚げの冷たいのために来たんだっつって言ってくれて、でありがとうございますって最後もそのパンフを見せてもらって帰っていらしたんですけども、いやなんか知らぬところでいろんなところに登場してる自分を見るとすごい恥ずかしいと同時でありがたいなと感じてます。結構でなんだろう、もう月日が経ってもそういう風にずっと言っててくれるんですよね。いまだにリスナーさんも毎日来てくれたりとか、ラジオに出てて時の遠藤涼子さんってやっぱり結構おじさまおばさまたちに認知されるようになって、そういう方も未だに来てくれますし、あとはねなんだっけ、そう本当に不思議な縁をもらえてるなと感じてます。でこの間久々に宇都宮の本社の某雑誌の取材が久々に取材を受けたんですけども、うん、10月ぐらいの秋に、10月号の市販っていうか、それは無料雑誌フリーペーパーだ、フリーペーパーに載るみたいなんですけど、それ9月ぐらいに配布されるやつで、栃木県内全部の幼稚園とあと各保育園とあといろんなスーパーや公共施設などに配布されるやつなんですけど、なんだっけな、雑誌の名前がクルールとかいうの知ってます？私知ってたっけな、幼稚園の時多分もらった記憶があるんですけど、それに主婦の方が子供向けで行けるお店飲食店を推薦してくれたらしいんですよ。
その主婦の方は誰だかわからないんですけど、その方が推薦してくれて電話が来て、こうで取材を受けて載せてもらえることになったんですけども、なんかすごい本当に縁っていうのは何で起きるかわからないなっていうのを感じますね。なんか行った矢先でこう突拍子もないことが起きたりすることが、Facebook をやってたりするか、 Facebook っていうかもう何だろう、 Facebook はきっかけなんですけど、いろんな職業の方やいろんな方がこう集まってこうなんとなく知り合いになって、で会うとこう、あの人つってなって話が弾むのが早いから、突拍子もない出来事が、もうサプライズ的な出来事がすごい多くて、そういう2年をずっと過ごしてきたので、なんか当たり前になってきちゃってる部分はなんて あるけど、なんかあそれじゃダメだなと思って、本当にあもう毎日に感謝していこうと思います。なんだろう、なんか深く考えすぎるとよくわかんないですけど、でも本当に何だろう、毎日が何だろう、何て言うんだろう、平凡、何もしない時の平凡さとこう何だろうな、例えばこう今日も8組のお友達が来てくれて、これがもしこういうきっかけがなかったら、あみんなは集まることもなく、みんなでこう紹介し合うこともなく、喋ることもなく、出会うこともなく、例えばここで出会った人が一緒に仕事をしたり恋愛に発展したり、なんかそういうのがどん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 生まれてきて、なんかすごいものを毎日見てるんだなと感じてますね。なんだろう、その2年間の内容の深さはで寿命が縮んだ感じがします。それいいことなのかいくないことなのか、縮んじゃったら良くないんだけど、なんかだ、分かった、言いたいことは分かった、1年2年分で10年分ぐらいの内容の濃さを感じる。10年までいかないかな、まあ5年ぐらいかいや本当にすごいなと思いますね。なんかそうやったもん勝ちじゃないけど、なんで今までやんなかったんだろうとか思うし、別に Facebook をやったからみんながそうなるわけじゃないと思うけど、やってなんだろう、いろんな気の合う人とかを探すっていうのは、このなんて素晴らしい楽しい毎日なんだ、何が言いたいのかよく分かんなくなったなってきましたけど、本当にいや本当になんかもう毎日なんだろうな、とにかく充実してます、笑っときます。では第70回、今回もお観覧してくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本日もご来店ありがとうございます。お店の電話番号はこちらです。 Facebook でも遠藤涼子検索してね。お店の方にも来ちゃってね。